朝来たらまずはタイムカードを押します。一日の始まりです。制服に着替えたら乗務で使うカバンの中を整理します。カバンの中には乗車券や釣り専用のお金が入ってます。その後はアルコールチェックをします。安全を守るためには欠かせない作業です。おはようございます。本日の健康状態は良好です。では時計の先生に願います。現在の時刻をお願いいたします。現在の時刻6時55分18時20分では、はい、ます。鉄道員は1分1秒でも狂いがあってはいけないので毎朝必ずチェックしてます。点呼の後は今日の予定などのチェックをして引き継ぎをします。よろしくお願いします。銚子駅に着いたらモップで床の掃除をします。掃除は得意ではないけど、やっぱり電車がきれいになるのはやっぱり気持ちがいいんで割と好きです。自分の部屋の100倍きれいに磨いてます。時間になったら出発ボタンを押します。乗務中のメインの仕事は切符を売ることです。銚子電鉄は IC カードが使えないので一つ一つ手売りで売っています。切符の販売を通してお客様とのコミュニケーションを大切にしています。例えば初めてのお客様には観光案内ができるくらいの何でも聞いてくださいという精神でやっています。走行中はチケットに日付を書いたりします。駅に着いたらホームの安全を確認して車掌スイッチを操作しドアを開けます。お客様の乗り降りが終わったら安全を確認しドアを閉めます。アナウンスもします。さらに倉間駅です。時間調整のため少々停車いたします。聞こえやすく分かりやすく要点を伝えるようにしてます。まもなくドアが閉まります。ご注意ください。
に着いたら5分くらい停車時間があります。その間に水分補給などをします。待ちに待ったお昼タイムです。めちゃめちゃお腹空かせてます。それはお昼ですか？あ、お昼ご飯です。今日は何を食べるんですか？カップラーメンですね。カップラーメンのこだわりってあるんですか？はい、例えば5分待てって言われたら3分で食べると、3分で待てって言われたら2分とか、ちょっと短めにすることと、あのお湯は1センチぐらい少なく入れてちょっとしょっぱめに、味濃いめにするっていうのが。時間が短いのは何でなんですか？短い方がちょっと硬いうちから食べてだんだん硬さの変化を味わえるっていう感じですかね。すみません、いただきます。ランチのこだわりってありますか？基本100円以内。基本100円以内。給料日だけ430円のちょっといいお弁当を買おうっていう。基本あのカップラーメンが一番コスパいいかなと思って。なんか心配になっちゃうんですけど。元気です体力は自信あります。そこまで節約して何かしたいこととかあるんですか？一応あの老後のために、老後のためにいい老人ホームに入りたいんで、今のうちにいっぱい貯めてカップラーメンばっか食べてるのがなんか知れ渡ってるせいか、結構お客さんからカップラーメンいただいたりっていうのも多いですね。もらったやつだとただなんで、0円食堂って感じで夢がどんどん近づいてくるなっていう。お昼を食べたら乗務再開です。このまま夕方まで頑張ります。銚子電鉄はすごくお客様との距離が近いところとか、そのローカル線としての魅力がたくさんあるので、そういうのの一つ一つがやりがいにつながっていきます。お客様とおしゃべりしたり、地元の小学生とやり取りをするのがすごく楽しいです。最近は地元の小学生から日課のようにどんぐりをもらったりするのがとっても嬉しいです。どんぐりも30個以上もらってます。今日はもう松ぼっくりまでもらっちゃいました。レベルアップ締めの作業です。切符の売り上げを計算します。はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。